Way Behind the Mask by Michael Jackson。 さあ始まりました。明けましておめでとうございます。シーズン始まらなかった全部三が日です。ということで始まりました週明けイレブンでございます。重たい週明けの空気をザッカでちょっと明るくしてまいります。ということで、早速自己紹介の方、させていただきます。ご無沙汰しておりました松村ラス松田とオットナー参謀長である。オットナー参謀長、本日お召し物なんかちょっと横浜FC 止まっちゃった。横浜FC です。ライブドアって感じですね、はい、いつのっすか。わからないです。今日はこれ来てくださいって言われたんで来てるだけなんですけど、とりあえずね、はい、ピステを珍しく今年もカズさんは現役を続けるそうなんで、そうですね。いや、昭和の時からプロサッカー選手を続けてるのはカズのみっていうね、先週そんな話したんですけど、伝説、そうですね、はい、新年号は三浦でいきましょう。さあということで私ですね、ちょっとトルコに行くかもしれないということで、今日4月、そう4月、うん、はい、4月下手するとでも今日最後の放送かもしれない。まあでもうちには優秀なエースバモちゃんが控えているので、なるほど、今日僕最終回のつもりでやりますっていう意気込みを今ここで宣言して始めたいと思います、うん、はい、以上でございます。さあ試合なんもないのでトピックス言っていいんですか。いいんですね。今日はですね、はい、まあまたまだオフなので、おメニュー、ありますよメニュー。本日の日本代表の話から、はいはい、いきますか、はい、日本代表アジアカップ語ります。じゃあアジアカップトーナメント表を見ましょう。出ましたドン。さあ皆さん今夜ですよ、23時キックオフ、23時ね、日本対イラン。さあ松木さんが吠えるのか、ベスト4だ。果たしてもう実況がずっと喋って松木さんうなるあの噂の塩試合またやるのか、うんうん、ずっと0-1できて1-0で、うん、すごいっすよね逆に。ああグループリーグからね、はい、もう4試合5試合グループリーグ、ね、ああそうですね。でしかも相手方イラン、中国を下してきましたけど、うん、中国のリッピを倒してきたカルロス・ケイロスと監督がすげえ大物だね。アジアカップなんかっちゅうねリッピ あれですよね。カルロス・ケイロスって名古屋グランパスいましたよね。そうですね、半年ぐらいだけですけど、ね、そうもうイランの監督もう長いですよね。6、7年やってるますよ。今度コロンビアの監督やるんでしょ。それで、あ、そこのアジアカップ終わったらコロンビアになるらしいです。はあ、もう置き土産。あ、というかマンチェスターユナイテッドのね監督もやってるし、ね、そうですそうです、うん、超有名どこですよ、はい、でそして片や逆の山にはカタールと UAE が今上がってきてると。そして UAE には、うんうんうん、監督ザッケローニ、ザッケローニすげえザックウワエが来てるとね。UAE をねちょっと音読みしちゃいましたけど、UAE 結構ねいいサッカーはするんですけど、正直イランが一番強い、どう考えても、うん、なので事実上の決勝戦ってやつですよね。そうですか、うん、メディアが大好き、うん、そうですかどう考えてもイラン倒したらいけっしょっていう。ただイランでボロボロになる可能性もあるんで、うん、正直その伊東純也の使いどこ早いのか遅いのかとか、ね、あとは乾先発ってもう出てるんですか。まだ出てないですよね多分。まだ出てない、まあ、10時ぐらいでしょう、うん、1時間前でしょう、うん、いや正直原口をもう酷使に酷使して、うん、そして 0-0 で迎える72分の乾、うんうんうん、そして85分の伊藤、うんうんうん、で延長戦、うん、なるほど僕の見立てですみたいな、まあ、皆さんのちょっと予想もねコメントに書き込んでいただいて、さよならって、まあ、みんなさよなら松井らしか書いてないんですけどいやいやすぐゲストとか出てますからじゃあおもちゃんにゲストで呼ばれる、まあ、はい、ざっと見結局ベスト4に残ったうちの3チームがみんな中東なのねっていうのが今パッと気づいて、ね、そうですよね、これ UAE でやってるんでしたっけ。どこで UAE です。 UAE でやってるんですね。だから、はい、まあ、UAE はホームでね、うん、明日でしょ、カタールとやるんでしょ。そうですね、まあね、まあ、イランは最大の 強敵だと思いますけどね。まあやっぱその韓国とオーストラリアどうしたんや問題はちょっと多分あると思うんですよね。2週間前ぐらいに義勇軍のイベント大塚出た時もこの話題出て、ね、そうですね、他のアジアの力がどんどん今下がってますねなんつってね、はい、日本がやっぱり頭抜けたねっていう話はちょっとなったんですけど、ね、うん、まあこっからが本当のね、本当に今のアジアの中で日本はどれぐらい力あるのっていうのはこの、今日の試合と明日は三決はないんですよね。これ三決ないんですよね。だから あと、ね、今夜かあと2試合やれるのかはまあね、今夜23時からのね、そうですね、
さすがに結構な日本人見るんじゃないですか、今夜ぐらいは。さすがにね、いやもう今日見逃したら多分ないかもしれないですから ね。まあということで注目ですね、うん、ということで、まあ、はい、みんなで応援しましょう。オープニングにまあじゃあアジアカップの話題を触れたということで、じゃあ、はい、今週からレギュラーのコーナーをちゃんとやりますから、 J レポート、 J ニュース5本、おいっ、はい、週明けヘッドライン、週明けヘッドライン、 J リーグ日本代表編でございます。さあ取り上げましたが、今夜決勝かけて日本代表イラン戦でございます、はい、さあそして2つ目、 J ワールドチャレンジ、今年は川崎がバルサ&チェルシーと、3つ目、 J 公式 YouTube に超エモいユースカップの動画がと。エモい、エモいんすこれが、うん、もうね、あサッカーってこうだよなみたいな、ちょっと思い出させてくれる。そして4つ目、マスコット総選挙開催中、2月4日までです。皆さんぜひ投票してください。今最下位が藤枝マイ FC の何でしたっけ、蹴飛ばし小僧でしたっけ、J リーグキングより下回ってしまうっていうね、ブラウブリッツ秋田と藤枝マイ FC の、これはプロ野球のオールスターみたいな組織法はあるんですかね。絶対あるでしょ今あれですよね、3位にコンサドーレのマスコットが来てるんですよね、確か。一回それでもなんかちょっとツイッター上でね問題になっちゃった、なんか揉めてる人いましたよね、去年の時かなんかはね。いやいやいや、もうでも、ね、いやいや、そんなことない。いや、選挙イコール組織票だから、うん、もうその組織がどれだけ強いかを表す選挙ですから、もう皆さん自分のチームにもう毎日毎日投票してもらってね。いや、その一般層までどこまでリーチできてるのか、いつも毎年疑問なんですけどね、これね。まあね、してみんな興味あんのかなって、どうなんだろうねっていうね。ただ ね、一般の人フロンタ君認識してる。この間も喋ってたら、あの青いなんかイルカみたいなのって言ってたから、あ、イルカってわかんだと思って。あの三部長雑談で突っ込むけど、やっぱここにベガッタが入ったらかなり、ベガッタじゃごめんなさい、浦安のベガヒコ、ベガヒコね、ベガヒコ入ったら、あそこな、ベガヒコ逆にその参入権はあるのかい一枠ぐらい欲しい、ね、そうですよね、特別リーグ。そう、じゃあだとビアカツも入れてもいいんじゃない。ビアカツはねちょっとね、 IRV 入ればダントツだ、それもう人間だから、ね、いやもう正直人間だもん、着ぐるみじゃないの、ビアカツ下手したら地域リーグのサポーター全員の組織票で4位ぐらいはいきますよ。そうだね、これ非公式のさ、JFL 以下のマスコットグランプリやってみてビアカツが何位ぐらいになるかは試しにやってみたいね、この企画でね。いいですね、いや、エントリーエントリーですって画像だけ10何枚並べてね、やりたい、ね、やってみたい、はい、はい、以上、はい、すいません、はい、5つ目でございます。はい、J リーグでもついに導入の VAR でございます。という、じゃあ5つ目のニュース、ここからピックアップはどうぞ。5つ目でございます、はい、取り上げさせていただきます。 J リーグが24日ですね、つい最近ビデオアシスタントレフリーの導入決定を発表いたしました。ルヴァンカップのプライムステージ、準々決勝から決勝まで、全13試合と J1 参入プレーオフ1試合、決勝戦ですねの、最大14試合での導入が予定されております。なお導入には FIFA および、国際サッカー評議会 IFAB の、事前認証の取得、事前認可の取得が必要となるため、2月16日開催予定のネクストジェネレーションマッチで導入して、条件の達成を目指し、そして導入できると。で、ごめんなさい、あ、どうぞ。なのに、はいはい、同日開催のフジゼロックスーパーカップでは導入できませんと、うん、やっぱね、ちょっと舞台が大きすぎてちょっとリスクだよねゼロックスでやるにはね、一発目でうまくいけばいいけど、はい、かけたらちょっと響きそうだから、 その裏のカード、はい、ネクストジェネレーションマッチ、前座試合みたいなもんですよね。ネクストジェネレーションって言ったらユースのなんか一個手前でテストしてっていうね、まあ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 そうなりますよねという、それはそうだ。ただVAR を J リーグで、投入すると世界と同じ、試合運びになるかどうかというと結構甚だ疑問だなというのもある。ちなみに今夜のアジアカップはこれやってないですよね。やってました、やってます。実はもうトーナメントになってからやってるんですね。で、決勝トーナメントはやってるの、これが日本が初のね。そうなの、この間の取り消されてね、吉田麻也がまずハンドでノーボール、あー、そこ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 、そして PK も VAR、 はい、なるほど、そういう流れがあるのね今ね。ただね、もうね、審判が VAR やりたがってるんですよアジアカップで。気持ちよさそうにVAR のワークをこうやってやってんだよね、だよね、あれね。でしかも見に行ったらもう吹かなきゃいけないみたいな空気になるんですよ、はい、
覆せない。やっぱなしってできないから、もう。あれ気持ちよさそうに大きな画面のジェスチャーやるんだよね。今のアジアカップのレフェリーね。で、こうやって指差したい、ね、画面、君たち画面映ってないから、いくらジェスチャーしても伝わってないけどね。あんな遠くから PK 指示出せないからね。じゃあ、はい、J リーグでもね、そうなんです。ルバンカップね、リーグ戦じゃなくてね。はい、で、ちなみに、VAR の、はい、動画を見てる、モニターを見てる、審判3名も、ちゃんとした、有識者っていうことなので、うんお金がかかってくると。うん、さあ、どうすんの問題っていうのも、実は裏ではあるっていうのも、うん、J リーグはこう解決していかなきゃいけないっていうのもあります。以上、これ言いたかった。ありがとうございます。はい、ちなみに今のコメント欄に参謀長アジアカップ見てないんだなって言ってその通り僕はねオーストラリアオープンの方を夢中になってみちゃってねテニスまあ ね, すごかったですからね、ナオミ大阪の方見ちゃっててね、そうですね、パッて気づいたらアジアカップやってたってなって、以上、松田直美まだ出てこないね、松田直美ね、松田直美は多分おるで探したさあ次、はい、R の方いきます、 R ニュース5本いきます、おい、あその前に何かあります？四国のやつ、四国終わってからですよね、はい、じゃあ R ニュース5番先行きましょう、じゃあ R ニュース先に行きますね、どうぞ読んでください、はい、週明けヘッドライン、カブリーグ編でございます、来ました、スペイン人女性のミラグロス・マルティネス氏、鈴鹿アンリミテッド監督になりましたということで、ミラグロスさん先週もなんか言ってませんでした、うんうん、2人で話題にしました、もうね、はい、今更取り上げる系かもしれないですけども、まあ一番の、まあもちろん地域リーグ一番の話題といっても過言ではないですよね、うん、もう今もう早く会いたい、ミラグロスに、もうサムちゃん早く会いたいです、ミラちゃんにね、ミラちゃん、はい、ミラちゃんって呼んでいいのかな大丈夫かな怒られたらどうしよう、ね、ミラちゃんとか言ってギリかなオラオラみたいな感じで、まあでもオラミラオラミラミラちゃん、はい、冗談ですよ皆さんね、週明けできんやわ、はい、2つ目です、元日本代表駒野雄一選手が FC 今治へ移籍しますということで、岡ちゃんのところにね活躍してくださいと、岡田武史さんと駒野、ね、いいですよね、あの南アフリカワールドカップっていうね、なんか岡田監督の駒野さんのいじり方僕すごい好きなんですよ、ね、あの PK 外したら普通にいじるっていう、うん、あの関係性いいなと思って、さあ3つ目いきます、はい、福島ユナイテッドいわき FC サポーターも、強力の福島ダービー煽りポスターが話題と、これ出てましたね、両チームのサポーターがこう、ね、マスクドさんとかも ね、うん、あの皆さん出てて、あそこにあそこにイワッキーが映ってたら最高に楽しかったけどね、さすがにイワッキーは映んないのかって、そうですよね、いや両方ねイワッキーはイワッキーがフィューって出てきたら面白かったよポスターの枠外からね、いわき動いてなんぼなんですね、そうそうそう、ちょっと写真じゃないか、まあいいです、はい、4つ目いきます、はい、関西一部 FC ティアーモ枚方元日本代表二川貴博選手など元 J 選手数人が加入いたしました、優勝します、はい、ありがとうございます、関西リーグ一部、これも先週ちょっとフリートークに触れましたけど ね、はい、いやもうなんですけど、モニワが丸安岡崎、はい、マジ、え、ちょっと待って、ココちゃんがモニワを応援するの、だからココちゃんにモーニーワってやってほしい、モーニーワ知ってるからココちゃん分かってないかもしれないけど、もうこれが意味が分かんない、モーニーワーみたいな、お父さん今すぐ教えてください、はい、今すぐ教えてください、YouTube にアジスタの動画ぐらい出てると思います、モーニーワー、すげえなー、地域リーグすげえなー、さあ、はい、R リーグ5本目です、さあこれ僕ちょっとまあいろいろ思うところあるんですけど、福井ユナイテッド、FC、設立会見と、それ株式会社化するんですね、50万円で個人株主も、募集しておりますという、あのサウルコス福井ですね、はい、はい、じゃあこのうちの1本をお願いします、はい、5個目でございます、これもちょっと本当物議系ですけど、サッカー北信越リーグ一部のサウルコス福井の運営を引き継ぐ福井ユナイテッド株式会社が1月26日設立会見を開きました、新チーム名は福井ユナイテッドフットボールクラブということで、J2 の FC 岐阜やビファーレン長崎で、GM 経験がある、服部純一氏48歳を GM に招いたほか、J クラブチーム勤務経験者も入り、ロゴマークやエンブレムは公募するとのこと、これから、はあ、また安定した経営の土台を築くために株主を募り、個人は一口50万円から、なれる模様と、うん、一口50万ですよ、今期の JFL 昇格、2020年の J リーグ入りに必要な100年構想クラブ参入、2022年23年での J3 参入を目標に掲げましたということなんですが、まあ目に見えた延命治療というか、ちょっと正直僕は
なんだろう、その生き延びる方法として一株50万って結構やばくないですかっていう単純な、うん、一株500円だと僕すごい分かるんですよ。なんか一株がね、そうなんです、はい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 、一株50万を買わなければ、しかも募集してるんですよ。それがないと、まあ、まだだからこう出資金をまだ集めてる最中だっていう意味ね。そういうこと、はい、そういうこと、こうスポンサー料とは意味が違いますからね、はい、最初のその資金のね、いや、あの僕は正直サウルコス福井なくなれなんて一切思わないですし、長く続くんであれば続くだけいいとは思うんですけども、なんか延命治療をずっとしてるところを見てるサポーターの気持ちを考えるとめちゃくちゃ複雑だなと思って、僕はちょっと自分がサウルコス福井のサポーターやったら良かったなと思う反面、これでいいんかなっていうのも同時に思ってしまう気がするんですよね。ね、どうなんやろうなと思って、いやだからサウルコス福井のサポーターの人たちにこの話は聞きたいぐらいです。どう思ってらっしゃるのか、うん、そうですね。でそのなんだろう、内訳が本当に明るみに出るのがいつなのかっていうのもちょっと正直わからないじゃないですか、うんうんうん、あのまあ正直サッカーって夢あるスポーツだと思うんで、お金全部ひけらかすのってそんな良くないとも思うんです、うん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 、けどそのやっていく中で、説明責任が果たせなかったから、蓋開けたら日の車やったチーム過去に何ぼでもあるじゃないですか。もちろんその二の舞には絶対になってほしくないという思いを込めて、その危機感をここで、メディアとして言わせていただいた次第でございます。はい、はい、どうですか参謀長。いやー触れづらい触れてもうた俺も触れてもうた。いやまあでもそうですよね、まあちょっとやっぱりまだ3月4月ぐらいまでね、はい、見守るしかないでしょ、ちょっと、いやもうたださ定点観測しようかなぐらいで、とりあえずはそう暖かく見守る、とりあえずは今喋るとね多分ね炎上しそうなんでね、いやもう、いやもうこれはもう黙っときます。僕も正直炎上覚悟で言うてます。ただ、うん、炎上覚悟で言わないと日本の地域リーグが絶対変わらへん。これは同じやり方は絶対 してほしくないですね、その福井ユナイテッドの人も。だからその J リーグの経験者っていう方のはすごいわかるんですけど、だったらいっそのこと全然違う会社のなんか偉いさん持ってきた方が経営としては良かったりするのかどうなのかっていう、まあ何が正解かっていう部分があるのと、まあ確かにね、その結果論なんですよね結局。この一株50万が当たれば結局肩書きとか名称じゃなくて、その人、はい、その人一人一人の集まった人たちの、はい、やっぱりアイデア行動力熱、はい、そういうものの組み合わせなので、はい、まあ始まってもいないって感じはするの で、 そうですよね、まあ、ちょっと見ないと、あの時間をまだ経過をね、はい、こう4月5月って見ないとね、まあ、ね、特に北信越リーグが開幕する4月頃まではちょっとね、うん、そうですね、まあ確かにあのここで無駄に予測しても仕方ないっていうのはもちろんありますし、まあ でも必ず今年、うん、はい、あの当事者、はい、つまり福井ユナイテッドのね、はい、どなたかにはなんかこう、まあ、インタビューとか ね、 ね、お話は聞きたいですね。そのやっぱりもっともっとあの人に、あの福井市県民にちゃんと伝わるような熱のある話は聞いてみたいなと思います。そうですね、はい、っていう締めで、はい、ね、以上じゃこれで全社で見ちゃったからな、うん、なんか感情移入しちゃうんですよね、はい、監督は望月さん続投なんですよね、望月、うん、さんね、去年主役イレブンにも何度もインタビュー出てもらいました望月さんが続投と、はい、帰るやったら さあそういうことでじゃあ、R ニュース5本以上終了で、はい、そして選手の皆さんちょっと頑張ってください本当に。次は試合結果を、はい、先週来ました、 やりましたが、いよいよこの終わってないっていうのが四国だったんですよ、はい、で、はい、今隅になりましたと、はい、隅なんです、昨日かな、昨日終わったんですよ22-27、はい、見ましょう、めっちゃ試合してんなほんまに。さあシーリングテクノ、うお引き分けた、めっちゃ塩試合すごいな、2試合とも0-0、いやこれだって正直中村クラブがのらりくらりゼロにしたわけないじゃないですか。紅葉シーリングテクノが弾きまくったってことでしょこれ。そうだね、紅葉シーリングテクノは、うん、だって上にいたわけだし、で中村クラブが入れ替えに、なんかレギュレーション的に2戦目は、うん、あの1戦目に0-0で引き分けたから、はい、紅葉的には引き分けでもいいってことですよね、残留っていうレギュレーションだったので、はい、要は失点しなきゃいいっていう試合運びをしたんじゃないかなというね。それでな真ん中クラブはまあ、何本シュートとかも分かりませんが、そうですね、まあ、
ゴールね、鍵を開けられね、扉を開けられずにっていう。結構味わい深そうですね、なかなか。すごいですね、なんか2試合とも 0-0 で残留決めるっていう、なんかこう、まあ、渋いっちゃ渋いですね。ね、両選手のすごい表情があったんだろうな、これは。紅葉さん、また今年のね、2019年の四国リーグ戦うってことになったんでね。はい、それで残留して、西浦8チーム入れ替えなし。つまりまあ、これ去年と同じですね。うん、去年のね、地域チャンピオンズリーグに出たコーチも、はい、昇格できなかったん で、 そうです、ね、また去年と同じと、まあ、このコーチ一強だったリーグから FC 徳島がこう上がってきて、うんね、残りの6チームもね、どんだけこう 2位のチームに詰められるかなみたいなのがね、今年のポイントですかね。そんな感じで、いはい、じゃあ四国リーグが揃ったということで、これで2019年の9つの地域リーグの全チームがラインナップが揃いましたということで、はい、はい、では次のコーナーです。次は特集ですか。さあ今年一発目の特集、さあさあさあやってまいりました、何をやるかというと、はい、奈良クラブ来ました。奈良クラブ JFL 奈良県にある奈良クラブ、はい、12月の9日だったと思うんですけど、うん、8日じゃなかったっけ、なもう、まあ、日曜日に、こんな記憶ですよ、もう去年の話が、もう 1ヶ月以上前に東京の南青山で、はい、まさに新会社、株式会社奈良クラブになり、新体制がこうなりますっていう発表会があったんですけど、はい、そこに我々塩焼きイレブンも取材というか行ってまいりました。現場にいたので、はい、動画のレポートを作りましたという、はい、これも松田さん担当だ、案件そうですね、本当は先週やる予定だったんですけど、おらんかったから松田さんもちぎられたのですいません、今日になりました。じゃあ今から見ましょう。これ見ながら喋っていいですか。あ、ね、見ながら喋ってもいいですし、結構ねちゃんとした動画になってます。なんでかっていうと中身がマジ濃いんですよ。2時間本当にちゃんとしたプレゼンをされたんで、中川さんが、はいはい、どちらでももう参謀長にお任せします。まあ、会見自体は、はい、奈良クラブの公式の YouTube で残ってるので。あ、なるほどなるほど。じゃあもうここは喋っていきましょう。まあ、興味ある方は1時間半ぐらいかな、はい、見てまだアーカイブ見れますから、うんうん、でその終わった後もコメント取材、共同囲み会見もあったし、はい、そうですね、仕掛けだけが撮ったインタビューも入ってる。これ一つ、音声の、なんか先に補足した方がいいんだったら、補足一個しておきます。音声の問題で中川さん、幅さん、中川さんは社長ね、そうで、幅さんってクリエイティブディレクターで、矢部次郎さんのね、そうそうそう、はい、幅さん、はい、で矢部次郎さんという副社長、矢部次郎さん、はい、そして理事長、理事長、はい、音声が飛んだんです。ああ MTS ファイルというやつのせいで。ああ、はい、それでなので、林真由紀さんのインタビューだけが最後に入ってるんですけども、どうにかして、データを復元できたら、最長版をちゃんとどっかではい、はい、送ります。わかりました、参謀長に、はい、うん、わかりました。トルコからかもしれない、うんうん、まあちょっと一旦送ります。今から見てもらうのは、じゃあ我々2人喋りながらじゃなくて、はい、視聴者の人と一緒に見ればいいですか。はい、大丈夫です。で、参謀長もうどうしても入りたいとこあったら喋ってください。あ、わかりました、はい、そんな感じでいきましょう。では早速動画スタート。奈良クラブの新体制発表会の日の特集です。どうぞ。商店という、まあ、工芸の会社をずっとやってまして、会社自体300年くらいなんですけど、で、まあ、奈良でずっとやってて、で奈良クラブとの関わりでいうと、まあ、もう7年8年くらいになるんですけど、まあ、今回、まあ、これからお話しするいろんな縁があって、まあ、お手伝いすることになったと。でサッカーとの関わりでいうと、サッカー人生のピークは小6でして、一応全国大会ベスト8のゴールキーパーをやってました。皆さんこんにちは。
奈良クラブの株式会社奈良クラブ副社長、NPO 法人、奈良クラブ理事長の矢部と申します。今日はよろしくお願いします。そうですね、僕は、奈良クラブ、地元が奈良なんですけども、奈良クラブを立ち上げ、今年で10周年、2008年に立ち上げて2018年ということで、ここまでやってきました。その前は、10年サッカー選手やってまして、地元に奈良に、そういうクラブができればいいなと思いながら、駆け足でやってきたという感じですね。サッカー人生のピーク、ピークというかサッカー選手時代の僕を知ってるっていう人 いますか？もう悲しくなるから。でも上がってる、上がってます。僕自身の話をすると、高校卒業してから大学に、ちょっと1点林さんにかぶせた補足ですが、株式会社奈良クラブなのか NPO 法人の奈良クラブ所属なのかがちょっとわからない。株式会社奈良クラブに一応ね、ご一緒して働きながら、サッカー、日本のサッカーメディアに出させていただけるようになりまして、でこの度ね、中川さん、矢部さんからスカウトされまして、GM になった試合でございます。奈良クラブのクリエイティブディレクターに就任しました、有限会社バッハ代表取締役の幅吉隆と申します。よろしくお願いします。私は全然サッカー関係ない仕事を本当にやっておりまして、もともと書店で働いてたんですけど、人が本屋に来てくれないので人がいる場所に本を持っていこうということで、でいろんな図書館、公共図書館だったり病院の図書館だったり動物園の図書館だったり、そういうのをこうプロデュース、本を選んで図書館を作る、本屋さんを作るという仕事をやっていました。で、そんな自分が奈良クラブと関わったのは、実は奈良クラブのクラブハウスに ちっちゃなライブラリーがありまして、選手の方たちにちょっと本、戦術の本なのか、それ後で話すんですけど、そういう本をちょっとレコメンドするようなお仕事をいただいたのが奈良クラブとの、関わりのきっかけです。で、今回奈良クラブが申請することになって、すごくこう考えるサッカーっていうんですかね、ただただ筋力を使ってだけじゃなくて、頭を使ってこうサッカーを強くしていくっていうことをこうやろうとしているときに、何かできることがあるのではないかなというので、オファーをいただいて、プレーディレクターになったという次第です。よろしくお願いします。奈良クラブのことを今回というか1年前は奈良クラブのことを知ってた方どれぐらいおられますか？あ、意外と知名度あるね。ありますよ。本当に奈良から J リーグを目指して活動してまして、今年10周年、です。そうですね、今JFL に所属してまして、J3 を目指して、頑張ってるところです。今はJ3 クラブライセンスを取得できてまして、順位、4位以内、リーグ戦4位以内の順位要件と、あと観客動員数年間3万人というものを達成すれば、ほぼJ3 に上がれる、今年でいうと八戸さんとかが上がったんですけど、過去には沼津さんとか鹿児島さんとかが上がっていったような感じですね。で特に JFL では本田 FC がとても強くて、本田、車だったりバイクだったりの本田なんですけどもの、会社が持っているサッカーチームが、リーグ3連覇中ですね。はい。で、2シーズン完全優勝されてる、ファーストステージ、セカンドステージってちょっと前の J リーグみたいなシステムで JFL 今年までやってたんですけど、このトータルこの3年でその6ステージ中5ステージぐらい優勝してるみたいな、あとは大学生のチームとかも琉球大ドラゴンズとかもあったり、あと僕たちみたいなJリーグを目指しているクラブがあったりっていう感じで、いろんなこうモチベーションのクラブが存在している、はい、カテゴリーであると。そうですね。で北は、青森、南は、九州か、宮崎の方まで、リーグがあって、全国で、年間30試合を行っています。どういうきっかけで今回？はい、まずこうやって J リーグを目指していく中でいろんな運営をこう学びながら失敗も繰り返しながらやっていて、でもどうしてもお金のこととかが結構大変なんですね。で
まあ、結局、まあ、マネーゲームというかというような感じでちょっとこう僕もやさぐれてて、ちょっと矢部さん喋ってるところですけど、今あのコメントで来てるメディアはどのレベルっていう流れてましたけど、割とあのメディアウェブで有名どころのメディアも皆さん仕掛けてて、結構注目の会見だったっていう感じですね。内村さんもいらっしゃってましたし、やさぐれてたんです。それを聞いて、いやいやそりゃちゃんとやろ、読売朝日それ値段高くて売れるんですよって言ってる営業と一緒やろっつって説教が始まって、そうですね、でなんか引き込まれ、結局こういうところに引きずり込まれたっていう。そうですね、皆さんあの愚痴ってみるもんですよいや矢部さんはね、でも本当人たらしなんですよ。こうやってちょっと弱いとことか見せて、でなんか手伝わなあかん気になって、その慣れの果てが今日ここに座ってますからねまず、まあ、ちょっとこの後で話すんですけど、僕らにはゲームモデルっていうものがあって、でそれはクラブがこうなりたい、こうあるべきだっていうビジョンとかミッションから逆算して、じゃあどういうサッカーをしたくて、どういう選手が必要で、でどういうふうにピッチの上で何を表現したいかっていうものを考えて、その上でじゃあそれに合う監督は一体誰なんだっていうふうに考えたんですよ。で、要するに監督連れてきてお任せします、でまた監督結果出なくて交代です、また新しい監督連れてきます、監督にポーンって投げ出してっていうことをしたくなかったんで、でどうしようっていう話に行って、でいろいろ調べたり話を聞いたり、いろんな方に話を聞いたりする中で、杉山さんが一番いいんじゃないかということで、プロフィールを紹介すると、一つ上のカテゴリー、さっきで言う J3 のカテゴリーで秋田を率いて優勝した監督です。で J3 の J3 1個上のカテゴリーで優勝して、JFL に来るっていうのは、一つ下のカテゴリーに来るっていうのはなかなかないことですし、絶対ないことですし絶対ないことですし、で、クラブとしても、クラブがやろうとしてるトレーニングとか戦術的リオナイゼーションっていうのがあるんですけど、それを何も関係ないポルト大学に単身乗り込んでいってちょっと調査したりとか、個人的にグアルディオラの追っかけをドイツとイングランドにしてて、ずっとドイツに泊まり込んでずっとしてたような方で、で話してるうちにもうこれはちょっと杉山さんしかいないんじゃないかと思って、ですごい学びという面で海外サッカーすごい学んでたり、 J リーグについて感じてほしい。VTR も、まあ、でもね、あと本当にちゃんと聞いてもらうと割とすごいね、改革的なことをしようとしてるんだなっていうのをやっているという、なかなかヘルな経験の持ち主なので、杉山監督に何とかお願いしますと、 GM が交渉しに、まあ12月の頭にね、本当に決まったばっかですぐにこの体制発表だね、GM っていうのは監督より偉い、林真一偉いという言い方は僕はしたくなくて、たっていうのは一応、なんかちょっとこれだけの監督さんですし、杉山監督には、GM 補佐としても入ってじゃないかなっていうツイッターの感想をなんとなく眺めてて思ったと、一応強化とか、なんか要は違いでどうするか、アカデミーどうするか、ミーハーじゃないですけど、今どういう選手を取るか、それこそどういう監督を連れてくるかっていうか、これに関しては僕がライトの感想が、でピッチ上の誰をスタメンで起用するのか、僕もまあ正直最初はなんでやろうっていう戦うとか、そういうピッチ上のものに関しては杉山さんがすげえしっかりしてるんですよね、最高責任者とそういう形を取ってます。でなんであんまり僕が上とか杉山さんが上とかそういうことではなくて、ちゃんと一貫して、強化と、ピッチの外のじゃないかな、チャレンジすればピッチの中なのか思うけど、ね、クラブのことちゃんと一貫してやっていこうと、こういう時代に入ってくると、うん、何が絶対的に、まあ、今回いろんな方に手伝ってもらいながら、これがまあ一応ボールメンバーなんですけど、まあ、サッカー寄りなところ、マネジメント寄りなところ、そして、まあ、それを実現していくためのビエチャレンジトライの、こういう軸で、これうちの体制図だと思ってて、J2 とか J1 になってから1、2、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 1、
こと。ユニランドで見て、そうですね、一番後ろじゃないと落ち着かない。でもまあ長さんの近道でキーパーさんとも見たことないです。いや、反射神経の取り方してる。コーチングできてるからね。なんかトライするためフォワードに行ってるの。何が結局時代に合ってるのかが分かってない。だから別に23歳のチームいわゆる受刑図みたいな組織界ではそんなにではなくて、サッカーチームという会社でもあるわけで、そういうレッテル貼ってみればそうだし、必要な機能、必要なだからいいんじゃないのっていう見方をする、専門性みたいなことを、ね、結局結果が出るとなんとなくこういろんな人をこう、まあ、そうよかったよかったってなるでしょう、声掛けして集めてこういう体制になったっていう感じですね。いや、この表とかも超面白かったですよ。そうだね、なんかああなるほどねっていう思わせられる、そのビジョンに基づいて、まあ、説業にサッカーを行われていくかっていう、やっぱり新しく社長になったのが仕組みの思いもいいですか。まあ、ビジネスマンとして本当に成功しているって何だろうね、試合の模型を作る、しかももう一人は最初にディレクター、ね、僕たちはさっきの幅さんね、参謀長も非常にお世話になった人なんですけど、ビジョンがあってそのためにサッカー本大賞でね、ユーブの本を本当に押してくれたのか、幅さんだったそうだったで、こういうその僕たちはこういうふうになりたくて、こういうサッカーをしたくて、のところからそのためにあなたがぴったりだと思いましたっていうふうにやらなくちゃいけないわけで、でさっきのこの図で言うと、この横3つ戦略戦術戦闘っていうのが、まあ、ゲームモデルに含まれてることになると思うんですけど、なんで例えば選手をどう取るか、アカデミーどうやって行っていくかっていうと、実際にじゃあピッチでどういうふうに勝てるのかっていうのと、で選手個人個人はこれは一貫してなくちゃいけないんで、なんでかっていうとサッカーは試験っていうのスポーツなんで、野球みたいにノーアウト一塁二塁でここに転がったらここに投げるっていうのはなくて、何してもいいのが問題というか面白いんですけど、まあ、要するにでそういう意味で変な話、例えばちょっとサッカー選手の名前出すと、僕がフェラーリとルカクラブできたのに監督がやってるようでやらないところをそういったらおかしいし、ポストをで逆にねフィジカル革命って岩井清がやってますけど、がリージョだから幅さんがおかしいし、ビジョンミッションでも戦略戦略戦闘みんなで笑ってますけど、実際にそういうことが起きてるように林マイキ君が言った言葉を選手たちがそこに分かりやすく図式化してるっていうのもあるんですよ。でこれもめちゃくちゃ分かりやすいですよ。マンチェスターはどこかで、まあ、そういうことやめっていう、だからビジョンとミッションだけはサッカーがそもそもできないなんでっていう話、そういうところを理想から言うと、僕がじゃあどういうチームを作りたいの、どういうアカデミーを作りたいの、どういう選手を育成したいのっていうことと、キックオフの時の一番最初にボールを蹴る選手のどういう判断をするかっていうのが同じレベルで判断できるようになりたい。サッカーだけを見ると今の話で全てが語られてると思うんだけど、でも実はサッカーチームは一方で会社であると。で、まあ、僕も外から J リーグとかを見てて、なんとなくサッカーの人とそのいわゆるフロントの人とっていうところがあまりこうなんていうか両輪として稼働しているように見えない感じがするんですよね。だからやってるサッカーとクラブのビジョンとはなんかどこにどう関係性があるのかっていう気がしてて、でこの会社としてのビジョン、そしてそれを落としたミッションがちゃんとサッカー部門の戦略につながっている、このだから左のゾーンと右のゾーンがちゃんとつながっていることが多分すごく大切 で林君もそれは最初から言ってて、林真希がやりたいゲームモデルを作るんじゃないんですと、奈良クラブらしいゲームモデルを作る必要があるから、だから奈良のことを最初いろいろと知らないことにはゲームモデルなんて作れないって言ってて、だからそれはつまりビジョンがないとゲームモデルはできないっていう話なわけですね。もう一個林くんが言ってて面白い言葉だなと思ったのが、この2番目に好きなサッカーチーム、これどういうことですか。まず奈良の皆さんに愛されるクラブっていうのはもうこれは当然のことと思ってるので、でそれとは別に奈良クラブって別に奈良の方々だけが応援してくださるものじゃなくてもいいと思ってるので、サッカークラブって要は日本にいてもアーセナルファンとかがいらっしゃるわけで、ね、なぜかそういうことで、2番目に好きなサッカーチームというのはさすがに例えばどっかの J クラブのファンだとして、さすがに自分たちと奈良クラブが試合することになったら自分たちを応援するけど、そうじゃない時はなんとなく気になっちゃうような、なんとなく奈良クラブの結果をが気になっちゃう、奈良クラブ頑張ってって思っちゃうみたいな、2番目に応援されるようなチームになろうではないかと。要はまあ今そうやってさっきあったようにお金で結果もゲームも決まっちゃうみたいなところの中で、ちょっとした工夫とかアイディアで
こうサッカーチームを作っていって、他のサッカークラブのファンの方々がなんとなく結果気になって、あ、奈良クラブ頑張ってんなって応援してくださるようなチームを作りたいねという話をしてまして、なんか奈良市って34万の都市なんですよ。でホームタウンの、まあ、会社さんから支援を受けて予算ができていると思うと、まあ奈良というホームタウンで考えるとどう頑張っても J1 には上がれないんじゃないかなと、企業規模的に、まあ上場企業も少ないしって思った時に、林くんのこの言葉はなんかそこを突破するいい言葉だなと思って、で、まあ、実際やってくる中でももうすでに県外の企業さんからのなんか支援のお話とかもいただいたりしてるんで、まあ、それなんかビジョンに対する共感だったりするんだけど、なんかこれは新しくていいなと思って、はい、巻いて話すと、まあ、奈良クラブに新しい実はクラブハウスができた時にそこに本棚作ってくださいって矢部さんから依頼を受けたんで3年前ですかね。そうですね、うん、2年前かな2年前かな、はいはい、それで、まあ、僕らその図書館作る時に自分らの好きな本持っててもおせっかいにしかならないから、やっぱインタビューをするんで、するんですけど、その時もやっぱクラブの選手たちにいろんな50冊ぐらい本をバーッと机に広げて見せて、本がありますよ、興味ありますか、こんな本がありますよ、興味あります、インタビューしながら進めました。それで、まあ、結論としてはですね、とにかく本を読まないんですよ。僕3分文字読むとダメですとか、寝ます無理ですとか、もうそんな、まあ、たまにはいらっしゃったんですけど、まあ、結局そういう中で、まあ、一人暮らしの男性が多いからアスリートのレシピの本とか、じゃあ体幹とかストレッチを家でやるための本とか、でも一方で同世代のサッカー選手のこう何ですかね、自助伝みたいなものは読みたがらないんですよね。なんかあいつはなんかユースの時俺買ってたのみたいな、ちょっとこうライバル心みたいなのも少しあるのか、海外の選手とかちょっと上の先輩のそういうバイオグラフィーだったら読むんですけど、意外にそういうのはリアとか、あと一番うんと思ったのが、一番人気がある本がセカンドキャリアに関する本だったりとか、みんなが興味があるのがね、まあ、確かにそうなんですけれど、でもまあそういうような状態のことをやりました。でも結局その今回まあ奈良クラブのビジョンとして、じゃあ人がこう学んでいく、それぞれにこう一歩踏み出しながらこう成長していくっていう時に、やっぱりなんかこう、まあ、別に本読んで成長させましょうっていう話では全くないんですけれど、でも何かこうちゃんとなんか何も考えずにダラダラ毎日をやるのではなく、ものを考えながらこう日々の自分の仕事としてのサッカーにどう取り組んでもらうのかの、その姿勢を作っていくっていうことはすごい重要だなと思って。やっぱ学びの型みたいなものがちゃんとインストールされてないんだなと。で、僕仕事をまあ10年20年やってきて、仕事が上手くなるのも、例えば勉強ができるようになるのも、サッカーが上手くなるのも基本は同じだと思うんですよ。なんかそこには学びの型みたいな、こうやっていくと効率的に伸びていくみたいなのはあると思うんですけど、だから今の話で言うと、なんか学びの型である足りないを知るみたいなところがすっ飛ばされてる気がするんですよね。多分試合を見ると、まあ、JFL のチームだから J1 の試合を見たらやっぱ圧倒的に差があるわけですよね。でそこで、ああ自分にはこれが足りないなっていうことを突きつけられたら次伸びていくと思うんですけど、そこはやっぱり若干逃げちゃってるんじゃないかなっていう気がするんですよね。学びの型みたいなことが踏まれてないっていうのが、でもこれ別にサッカー界だけじゃなくて、仕事も一緒なんですけどね。社会人になってなんか通り一遍の社会人教育みたいなものは1ヶ月2ヶ月やったりしますけど、結局20年振り返ってそこで学びの方どうやったら仕事がうまくなるのかの本質を教えてもらったかっていうと、教えてもらってない気がするんで、まあ、それこそ林さんが高校出たら海外のイギリスの大学に行かざるを得ないぐらいサッカーの学びの方っていう体験、学びの体験みたいなのが日本にはなかったということですよね。まあそうですね、最初はそれで行ったわけ でなおかつイングランドでもあんまり足りないと思ってポルトガルに行ったんですけど、ポルトガルは人口が東京より少ないんですよ、ポルトガル全部で。あ、そうなんだ。でも世界最高の監督モーリーニョとか世界最高の選手クリスチャン・ロナウドとか出てきて、なんでかっていうとポルトガルって一番最初にこれをやったんですよ。サッカーって何なのかっていうのを体系化して学問化させてサッカー学部みたいなのを作っちゃって、でポルトガルサッカー協会と
大学が提携し始めるようになるんですね。でそういうことをきっちりとやり始めたから、ああいう指導者とかもうボンボンでポルトガルってすごい有名な監督がどんどん出てくるんですけど、そういうことが起きたのかなと。彼らは本当にサッカーっていうゲームを体系化して定義化して型を知ってるっていうのが大きいのかな。でそれがポルトガルサッカー協会が定めたやつが例えば小学校とかでもある程度共有されてる。それはもう一番最初に監督がライセンスを始めるときに叩き込まれるんで、変な話ポルトガルのすごい田舎のチームと FC ポルトとかベンフィカとか有名なチームのコーチと話が噛み合わないことはないんですよ。ちゃんとしっかりしてるんで、体系化したものを取り込んでるんで、でそれをちゃんと選手に伝えるから、選手がどっか移籍してもでどっかステップアップしても、どの監督についてもサッカーっていうゲームとはどういうゲームで何を求められているのかっていうのがはっきりしてるんですね。まあ、目指したところがまあこういうことを思ったんですよね。そうですね、本当に、まあ、サッカー奈良クラブって、まあ、サッカークラブなんですけど、まあ、フットボールクラブ、といわゆるサッカークラブ SC、FC とかではなくて、まあ、そういうのもひっくるめた成長できるクラブであればいいなと思っていて、で今はまあ、総合型地域スポーツクラブって今、スポーツ庁がすごい進めてて、全国で3500ぐらい今あるらしいんですけれども、その中の一つとして僕たちも活動していて、まあ、これまでの部活とかよりも地域の、まあ、ヨーロッパ型のスポーツスタイルというか地域のクラブに所属してみんながプレーするっていうような、で、まあ、僕たちはサッカー中心に、まあ、チアとかもあるんですけど、まあ、サッカーはスクール、ジュニア、ジュニアユース、ユースはまだないんですけど、セカンドチーム、エンジョイの社会人チームがあったり、あと電動車椅子サッカーチームと知的障害のサッカーチームがあって、まあ、総勢400名ぐらいが今プレーしているというような、まあ、そんな形でやっています。だから8年前に矢部さんと出会ったんですけど、なんかだからもちろん J リーグのチームを作るとは言ってるものの、サッカーに対してのサッカー以外はやらないみたいなのは全然ない。そうですね、そのやっぱりトップに上がれるのは本当に稀というか、まあ、確率的にも少ないで、やっぱり子どもたちとか保護者の皆さんと一緒に接しているともうこの子たちが、言葉悪いですけど、もしトップチームに上がれないってなって、その時に失敗作かっていうと絶対そうじゃないんですよね。でその彼らが、あとは僕も選手をこう獲得してきて契約を満了したりとかっていう作業をずっとしている中で、でも全然彼らのこう人としてはもうサッカーをやってきてすごく成長しているし、もうちょっと何かもうちょっとあればっていう、本当そのきっかけを与えれなかった後悔みたいなもの、それは子どもたちもそうですし、今これまでの選手たちもそうですし、ずっとそういうジレンマ、まあ、それは自分が選手だった時も感じてて、なんでもっと噛み合わないんだろうみたいなことがずっとあったっていうのは、本当に今回のプロジェクトを僕がやろうと思った本当に大きな要因ですね。まあ、だから大げさに言うと、教育って社会の構造を知り生きる術を学ぶみたいなこと で当然生きる中では楽しみみたいなこともあるんで、まあ、いろんなことを学んでやっていくといろんなことが楽しくなっていくよねっていうことを、まあ、教育を通じてやっていきたいなというふうに思います。ただもちろんサッカーチームなので、その中心にあるのはサッカーで体を動かすっていうのは老若男女問わずできることなんで、なんか町の中心にそういう大きな場ができるといいなと思ってて、でその大きなまだ妄想段階の場のことを N パークという言い方をしてるんですね。でだから今日は N パークデーという形で妄想を語り合う一日みたいなことなんですけど、まあだからここから厳しい現実が待ってますからね。お金がないもうお金がないは言うなってないんだから本当にね、これはだから N パークっていうのを、まあ、何年後になるか分かんないですけど、そういうサッカー練習場があってクラブハウスがあってスタジアムがあってその周りに人が集ういろんな施設があってみたいなものができる、そしてその根底に流れるのは教育みたいなものがあるような街ができるといいよね。
ございました。今日ありがとうございました。どうもドラクエもやっちまった感がありますか。ちょっと林さんにお聞きしたかったのが、はいはい、あの GM というジェネラルマネージャーという言葉についてなんですけど、ちょっとまあ日本で GM って言ってもなんとなくあんまりどうかって分かってらっしゃる方少ないですね。サッカークラブではあんまりポピュラーじゃないですけど、アメリカのスポーツとかでも要するにそのクラブのサッカー部門の全責任者、トップチームの運営、トップチームの強化、どういう選手を取るか、どういう選手を放出するか、どういう監督を呼んでくるかで、アカデミーも全部アカデミーどういう風に運営してどういう選手を取るかもそうですし、どういう風に選手を育てるかで、指導者の部分もどういう風に、今いる奈良クラブのコーチ、アカデミーのコーチたちをどういう風に方針を一緒にするかみたいな、全てのサッカー部門の最高責任者だと思っていただければ。基本的にもう奈良クラブのサッカーというジャンルにおける全ての総責任者になられた林さんにとって、これからのビジョンとして奈良クラブをまあちょっと分かりやすく例えていただきたい、丸々なチームっていう風に例えるならば、何を一番押し出していきたいみたいなのがありますか。あの愛されるチームだとか、あの稼げるチームだとか、すごいと強いとか、サッカーっていうゲームを学べるクラブになりたいので、それは選手もそうですし、指導者もそうですし、僕自身もそうですし、ファンの皆さんもメディアの皆さんも、例えばサッカーの勉強がしたい、サッカーをもっと理解したい、サッカーをもっと知りたいっていう方々が奈良クラブに勉強に しに来るような、奈良クラブに学びに来るような、そうやってサッカーの地を集積したような、サッカーの本質を突き詰めて学べるような環境を作りたいと思います。あの求めた通りの言葉です。よかったです。150点。よかったです。ありがとうございます。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ということで、ちょっと長い V でしたが、はい、ランベターです。いやいいですよね、この本。中川さんが、ちょっとあのカットしちゃ、割愛しちゃったんですけども、学びのところで紹介されてた本です。すごいいい本で、なんか社長がおすすめしてた本、まあ、あの僕が読んだのはこれ細野さんなんですけど、スタッフが偶然持ってましたね。細野さんがちょうど持ってらっしゃった、はい、いやでもね本当正直まあ、皆さん書いてたのめっちゃわかるんです。僕もあのなんであんな BGM にしたのかって怒られるのはもう承知でちょっと作りましたけど、もうちょっとね、うん、言葉でサッカーできるぐらいの耐久性みたいなのが日本にもできたらいいなっていうのは別にこの動画V がどうこうじゃないんです。やっぱね、なんかどことなく戦術論は戦わせれるのに、クラブチーム論になると、J の人たちは結構弱かったり、地域リーグの人たちはめっちゃ喋れたり、すごい偏るんですよね。で意外と地域リーグの人たちはサッカー自身の戦術とかになると興味なかったり、まあ、千差万別ですごいいいと思うんですけど、サッカーが底上げになるかどうかでいうと、みんながみんないろんなこと喋れた方がいいよね、そしてみんながみんないろんなものに関心持ったらいいよねっていうようなことをすごい思わされた、うん、なるほど、インタビューだったなと思っております。参謀長いかがでしょうか。もう一回もう一回ランベタ、ランベタ、はい、本5本を細野さんはランベター読んでるんですよ。賢すぎるでしょ、もう。著者はアーリック・ボーザ。紹介しちゃったよ。え、通販。著者アーリック・ボーザーさん。アーリック・ボーザーさん。役は月谷さんでいいんですかね。月谷真希役。ね、ランベタ、さすがランベタ、ひらがな英語。サッカー本大賞取った人はちゃうわ。何やそれ、はい、ジャパネット風。これはサッカーの本ではないですね。違うんです、はい、思考の本です。思考、ただね、センキング、はい、本当選手にしろ監督にしろ、いろんな人がもっと考えなきゃいけないのが今の日本サッカーの現状だと思うので、なんかやっぱちょっと瞬発的にやってしまってるところがあるじゃないですか。 OKOK、うん、もうちょっとね、もう終わりですね。じゃあ締めます。あ、参謀長が思ったことは、はい、これは
新しい取り組みをしようとしているもうスタートの日なので、うん、全てのあのロードマップが出来上がってる状況じゃないですね、はい、だからつまりこっからなんですよ。中身もそうだし、ね、具体的には人ですよ、うん、奈良クラブに携わる人や奈良県民、奈良市民、さっきちょっと福井の話でも被るけど、結局はそこで集まってきた新しい人たちがどういうアイデアとどういう行動力とどういう熱でどう新しい奈良クラブを作るかはまさにこれからなので、うん、はい、それも すなわちウォッチしていかなきゃいけないです。そうです、はい、そして皆さんのツイッターの意見は意外と見られてる。そうですね、はい、これがねめちゃくちゃ大事だと思います。あの万里雑言だけだとチームが離れていっちゃうし、だからね既存の、まあ、あの地域リーグとか JFL とか J3 ぐらいでもいいんだけど、まだまだあの小さいクラブですよっていう既存のリーグ、はい、既存のクラブの、サッカークラブとしての打ち出し方とはちょっと違うアプローチで新しいことをやろうとしているという意味では、うん、まあ注目すべきことかなと、うん、逆に他の地域他のクラブでこれできるかって言ったら多分それはなかなかトライできないんじゃないのって意味で、つまり ある種実験的なことでもあるので、日本のサッカー界の中に新しいトレンドにもしかしたらなるかもしれないし、ね、ならずに終わるかもしれないし、そうそうそう、これは誰もわからないはい、ということでならずに終わったとしてもチャレンジすることが大事です、ね、そうまずやるっていうね、うん、はい、シュートを通す失うものはないんだぐらいの覚悟で皆さんやってると思いますよ、うん、ということで、じゃあこの奈良クラブの12月に行われた新体制発表の特集は終わりということで、はい、さあ番組終盤に行きます。はい、先週募集した川柳、川柳、川柳、もう一回がじゃあ川柳の画像を出してください。お願いします。先週募集したんです、オフシーズンにまつわる、はい、うん、これちゃんと俺今日サンボチ台本読みたいと思います。あ、どうぞどうぞ。フットボールカルチャーと日本文化の融合そしてファンカルチャーの成熟度を高めるための脳トレ企画、夫の参謀長が師範代となり毎週番組でお題を発表します。視聴者の皆さんはツイッターで週明けハッシュタグをつけて、読んでなかった、お題を週明けハッシュタグをつけて川柳にお気軽にツイートしてくださいというね、はい、この企画がですね先週募集したんですよ、オフシーズン、はい、なんと投稿メールが2つしかなかったっていう、ね、ことで引き続き来週まで引き続くですね、オフシーズンのお題をお待ちしてますので皆さん、オフシーズンだからこそ、はい、ね、久しぶりに週明けイレブン先週始めて、はい、視聴者含めてみんな忘れてたと思うんだよね通常のリズムをね、そうですね、だから1週間あっという間に経っちゃって、はい、まだ全然ツイートがなかったので引き続きあの第17回オフシーズンの5、4、5募集ということで、うん、以上、はい、はい、週明け川柳のコーナー終了。さあ、あ、じゃあ1個言いますけど、どうぞ。俳句読むベストシーズンオフシーズンいただきます。ああ、なるほど、はい、ありがとうございます。お待ちしております、はい、というようなことをツイッターで書いてください、お願いします。ということでじゃあお便り紹介しましょう、はい、今週もお便りが2通来ておりますので、お便りが来ます、ありがとうございます。いやもうすごいな、あのすでに投稿してくれた人もあのね、さっきの川柳来週ひっくるめて、はい、そうですね、広報作品としては当然読みますから大丈夫です、はい、皆さんお待ちください。どうぞお便り、おっちゃんさんからいただきました、ありがとうございます。1月27日にいただいたやつですね。参謀長松田さん、ゲストさん、いつも楽しい放送ありがとうございます、松本山雅が J2 優勝を果たしましたが、フットサル F リーグディビジョン 2F2 も、長野県チーム、ボアルース長野が優勝しました。1月14日日曜日の最終節の前夜の夜、会場設営のボランティアでホワイトリングへ行ってきました。すごいな、おっちゃんさん。夜7時過ぎから静寂に包まれたホワイトリングに準備のボランティアの声だけが響き、みんなで優勝を祈って準備を行いましたと。最終節は 7-2 で、トルエーラか、柏に勝利して全日程を終了と。翌週1月20日のデウソン神戸、と YSCC 横浜戦で神戸が勝利したため、ボアルース長野の優勝が決定いたしましたと。で、長野市役所勤務の、背番号18番田中剛志強選手かな、F2 リーグ、初代得点王に輝きましたと、ボアルース長野は2月23から24に駒沢、総合体育館で行われる F1 回チームとの入れ替え戦に挑みます。おー、これからか、頑張れボアルースの長野。田中剛志さんって言ったんですよ。田中剛志さんです。失礼もう田口さんですね。田口得点王の名前を読み間違えるとは本当もう不届き千万ですもん、ね、内首国も田口剛志選手が、はい、初代得点王、はい、すごいですね、田口剛志で、だって長野市役所勤務なんでしょ、うん、最強の公務員だまさに最強の公務員だ、藤枝市役所といい、うん、市役所勤務の人は強えな。奥ちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、冬はサッカーがオフでもフットサルは逆にこの時期にね、そうですね、やってますということで、ね、ボランティアって
はい、すごいな。若干なんか今完璧が出ましたが、相手を読まないということで。ロモちゃんはアグレミーナを応援しています。さあ、次のメール2通目お願いします。動画を、まず見ていただきまして、その後。あ、動画ですか。はい、じゃあ動画見ましょう。お願いします。マジ、マサコさんからいただいております。ありがとうございます。こんばんは、ホンダ FC サポーターのマサコです。週明けイレブンのスタッフの皆様、放送を楽しみにしております。先週は早速投稿を丁寧に紹介してください。ありがとうございます。今日は1月20日に西ヶ丘で行われた女子インカレの決勝、日体大 VS 早稲田から、日体大の応援の一コマをの道具をお送りさせていただきました、うん、日体大のベンチ外、部員の For the Team の、応援、ひたむきで一体感のある歌声、に思わず観客も聞き惚れてしまうほどでした。苦しい練習でも女子力は上がったけれどと、何曲作ってきたんだという歌詞が次から次へと歌われます。女子の試合はアマチュアもなでしこリーグもこの全体への献身性がいいなと思います。ハーフタイムや試合後も、よく女子選手たちは喋っていますが、もっとやれるよねとか、いろいろ案を出しながら、日々切磋琢磨しているそうです。試合は後半動いて、日体大がサイドをワンツーで突破して崩し先制、終盤の早稲田の反撃の間も、コーチングや歓声でピッチの選手を後押ししているのが分かりますと、そのまま 1-0 で日体大が逃げ切り優勝しましたと。表彰式も終わり、栄光の架け橋という、歌声が高らかに西ヶ丘に響き渡り、選手と応援席の皆さんと、あちこちでいつまでも喜びの談笑の輪が続いておりましたということで、はい、私近所なのでこの声実は聞こえておりました。おこれね、すごいっすよ。そうっすか。いやで、今ケンさんから聞いたんですけど、うん、日体大ちゃんと100曲ぐらいあるんですね。モアザン100曲なんですよね。もっともっと100曲以上。全部空で歌えるんですかね。いや、ちょっとなんかカンペとか見るんですかね。100曲っしょ。カンペも100曲収まらんっしょ。だって今日はどれ、そう、今日はどれ行くねんってなりますよね。1曲1分かけてもね、90分しかないからね。綺麗に揃ってんですよ、ね、すごいですね。そう、ウォーミングアップから入れて100曲。いや、一応全投資で100曲は歌うけども、すごいですね。コンサートみたいに本当にね、やっぱ女子、いや僕ね、これ全然関係ない話かもしれないんですけど、日本の J リーグの、スタジアムとか行くと女子の声が入ってるんですよ。女性が歌ってる、うん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 、これね、海外ではないっす、うんうんうん、もう男の汚い声がうーいみたいなのが集まって、ね、それはもちろんなんか威勢もいいし迫力もありますよ、うん、ただね、やっぱその女性の声が入っている J リーグのこの応援文化みたいなものは本当にこの女子サッカーが作り上げてるなっていうのは、うん、なるほど、本当に思う、はい、そして西ヶ丘でもっと歌ってほしい。ちなみにサッカーやってた松田さんは男性に応援されるのと女性に応援されるのどっちが好きですか？ね、河川敷のおっさんになんか怒鳴られた時は一番ピリッとする。やがましわと思って。サイドバックもっとしゃい言うて、アホかい。一回喧嘩したからね。今カウンター楽しいやろか、アホ。やりました。いいね、はい。そんな感じでございます。あ、まさこさんありがとうございました。すいません。ということで、週明けの投稿メールは、はい、引き続き、募集しております。しておりますので、メールアドレスは週明け、ローマ字で週明け、11、11ですね。gmail@gmail.com です。はい。はい。ということで、じゃあ、これで本日の終了。オラッ！全て。見事ご紹介しまして、あれ、これ時間通りですか？ただいま、はい、ちょうど21日ジャストなんで、いいですね、いいですね。さあ、第41回、はい、まだまだオフサッカーのね、はい、J リーグから地域リーグまだまだオフが続きますが、うん、なんとかネタ切れしないように来週も頑張ってそうですね。来週の予告ちょっとしようかな。おお、来週は琉球大の中野監督のインタビューを流しますのでついに琉球大行ったんですか。で、去年撮ったインタビューがあるので、すげえ話だなと思って、いよいよ来週やります。琉球大ドラゴンズ、うわ、そうですよね。関東大学サッカーにももちろん、そうですよね、Jリーガーをたくさん輩出してる琉球大ので、しかも琉球大柏が準優勝して
割とやっぱそこら辺のジョイントとかも、ね、はい、大学と日本サッカーの関係性みたいな話を聞きましたので、それは来週お送りします。お楽しみに。いということで、さあじゃあエンディング締めてください。はい、ということで、また来るかもしれません。ひょっとしたらここにバモちゃんが座ってるかもしれません。でもバモちゃんが来た時の方がなんとなくコメント欄が湧いてるのは僕は寂しいよ。ということで、来週もどっちか来ます。ということでまた見てね。週明けイレブンでございました。来週ありがとうございました。いらんせん、いらんせん。勝つよ勝つよ。